ではなく、心配なことですが、今回の本題ということで、ちょっと始めますかね。今、復興に向けて頑張ってますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ありません。としましては、学長の指示もありまして、今後とも境村の復興にお手伝いができることがあったら何でもする。ああ、そうですか。で、とりあえずですね、私どもの中には山岳科学の総合研究所というのがあるんですけれども、山岳科学総合研究所では、お手伝いできる研究プロジェクトがあったらすぐにも進めるようにチームになっています。はいはい、それから今後、信州大学の側としていろんな形でまた改めてお手伝いできるのではないかと。あ、なるほどね。今までは岡野教授を中心とする農学部でしたけれども、全学的にそれはやれるようになりました。それからもし必要でしたらですね、信州大学の方ではいつも協定等も結ぶようになりますので、お役に立てることがあったら何度も言っていただければと思います。見つけるのも実際いろいろね、そうですね。ありがとうございます。またよろしくお願いいたしますが、はい、まあ、今仮設もね、一応55棟ですね、作ってるんですけども、なんか計画よりちょっと早くなって14日に入居始まるという話で、ね、今おりますので、まだちょっと落ち着きませんけども、まあ、2ヶ月ね、今日で2ヶ月経ちますので、もし必要なことがありましたら、先ほどの通り言っていただければ何でもやりますので、よろしくお願いします。まず今日はすみませんでした。ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。